皆さん、こんばんは。浅上隆法です。今日もまた土曜日、この時間がやってまいりました。浅上家に関わる怪しげな話、もうこれ何話目ですかね。45話、ちょっと忘れましたけども、浅上に何回、かなりの回数ね、引っ越してます。すごいね、回数はね、ちょっともう転勤族ではないんですけども、もうかなりね、引っ越し回数が多いんですけども、まあ、その中の、まあね、ある場所の、お話です。ちょうどね、斜め前に結構ね、大きなお屋敷がありまして、そこのお話でございます。そこの家族はですね、まあ、おじいさんとおばあさんと、まあまあ、年配のおじさん、3人でずっと暮らしてるみたいで、まあ、そのおじさんっていうのは、まあ、いつもね、なんか、家の前に、まあ、地方なんでね、家の前に、まあ、椅子を置いて、こう、一日座ってニコニコしてるようなおじさんで、非常にね、人のいいような感じがしておりまして、まあ、自分が歩くとも挨拶してて、まあね、自分よりちょっとお年上、かなり年上かな、10歳ぐらい年上だったと思うんですけども、非常にね、相性のいいおじさんだなと思ってました。お兄さんかな、僕からすれば。それでですね、まあ、でもなんか、毎日座ってるんで、ね、家の前に来たら、どういった一日座ってるよって。一日朝から晩まで座ってんのみたいな。そうそうみたいな。あ、そうなんだ。一日座ってんだと思って、どうやって食べていってるんだろう。だから結構、親の年金かな、どうなんだろうみたいな。まあ、大きなお屋敷で、家の中にね、畑とかもあるんで、畑、とかも田んぼを持ってるし、ああ、普通に、まあ、自給自足なんだろうな、みたいな。まあ、かかるとしたら、まあ、光熱費ぐらいなんだろうな、みたいな。家も当然ね、持ち家だそう、でしょうし。うん、まあ、その、家主さんでもないみたいなんで、まあ、でもなんとか回してんだろうなと思ってたんですよね。うん。で、ある、年の暮れね、そこの、おじいさんがね、軒先で、首吊って自殺してたんですよ。ああ、みたいな。で、お葬式に行きますよね。で、まあ、お母さんとその、ね、男の人、二人きりずっと生活しててるんですけど、その、年、次の年ね、同じ月の同じ日に、その、男の人が、お父さんと全く同じ場所で首吊り自殺してた。え？どうしたんだろう。でも葬式の時ですよね。はい。でも葬式行ったらね、その、まあ、この、まあ、亡くなった方に向けてね、近所の人がね、すごい罵倒してる。死んで当たり前だとかね。やっと死んでくれたなとか。親に謝れ。あの世でお父さんに謝ってこいって。すごい攻撃されてる。なんでそういうことを言うんだろうと思ってね。話を聞いたら、実はですね、その男の方がですね、まあまあ都会から、まあね、地方に帰ってきて、そこでですね、まあ、働きもせず、ずっとまあ、親のすねかじりをしていたと。それだけじゃなく、金がなくなったら、お小遣いがなくなったら、親を殴ったり蹴ったりしてね、小遣いを親からずっと取ってたらしいんですよね。それでまあ、年いったおじいさんがね、もう、とうとうやっていけなくなって首を吊った。そして、一年後、その、いじめた方が、ね、そういう暴力を振るってた息子さんの方が同じ場所で、同じ日に、同じ月の同じ日に同じ場所で首を吊った。村の人たちは言ってましたね。うん。お父さんが連れてったんだって。お母さんにも同じことしてたから、きっとお父さんが連れてったんだって。ね。全くそういうふうに僕の目からは見えなかったんですけども、村の人たちはみんな知ってたんですよね。なぜ止めなかったんでしょうか。ひょっとしたら、
おじいさんが亡くなって、息子さんが亡くなって、初めてそのお母さんが村の人にここの胸にあったものを吐き出したのかもしれません。まあ人生いろんなことあるんですけども、そういう不幸なことはね、起こってほしくないですよね。同じ月に、同じ月の、同じ日に、同じ場所で、後を追い自殺していった。たくさん警察も来てましたよ。2回とも。あと、おじいさんの時も、息子さんの時も。果たしてお父さんが連れて行ったんでしょうか。それとも、自分の罪を償ったんでしょうか。今となってはわかりません。あの世、または来世では、仲のいい親子でいてほしいと思っております。正上隆法でした。